はい、どうもタクタクです。それでも私はやっていきましょう。妹ちゃんがトイレから帰ってこないということでね。じゃあ行きましょうか。トイレどっちだろう。こっちかな。この絵小さい頃はすごく怖かったっけ。いや今も怖いっすよ。行こう。こっちか。あ、こっちのトイレね。柵がいない。ち、何が起きたんだ。また怪奇現象か。そんな柵を探さなきゃ。私が柵を一人にしたから。私が柵を、ここの中に入ってると、トイレの中に吸い込まれちゃった。便器がある。うん。うんうん。乾いた湿布が捨ててある。こっちに行けたりもしないよね。え、柵いないんだけど。こっち？一緒にお風呂入ればよかった。カピッカビが生えた後。なぜか姿は映らない。どこ行った？柵。源内さんは、住宅改善を検討していたけれど、行方不明になったので風呂場は手つかずだ。ほう。ち、これ以上住宅改善するとこある？柵どこ行った？マジで。柵ちゃんを探しに行きましょう。む、霊局？ちゃんと名前言った。また場所が移動した。はっ、ここあれじゃん。某美術館のゲームやん。違うかな。ここはどこだろう。ここにも見覚えがあるのだが思い出せない。ここ病院じゃねえか。あ、病院なんだ。俺の職場だ。あ、そうだ、ここ私立病院だ。ここに来るのは父さんと母さんが死んで以来だ。にしては静かだな。ここも変な世界の続きなのか。いや、完全にそうだと思います。うん。ラフ像に風景画かな。ここ入るの？あ、入れた。お！ああ、誰もいない。あっちにも行けない。まあいいや。左側に行けということなのでしょう。ああ、同じような部屋ばかり。入れない。ん？いや、お、誰かいる。お、え？なんで動いた？お、何？私の子供はどこ？青いスカートを履いた女の子なの。はぐれちゃったのかな？さあな、行こうぜ。鍵がある。白銀の鍵を手に入れた。青いスカートの子がいたらこの人に教えてあげようじゃ。それが親切というものだ。ここは何でしょうか。手術室。エレベーターがある。ロックがかかっているようだ。最上階っぽい。どうなんだろう。うわ、下がってきた。はい。ロックがかかってんだよね。うわ、怪しい。セーブしすぎ。ちょっと、コントロールが。ナースステーションのようだ。鍵がかかっている。白銀の鍵では開かないってこと。え、なにここ。ビートへ向かう渡り廊下がある。今は行く必要がない。これなんか書いてあるよ。関係者以外立ち入り禁止。まあでも行ってみよう、こっち。鍵を開いた。はい。こんにちは。死にたくなかった。死にたくなかった。アセギ、下がってろ！来月には、あの人から婚約指輪をもらうはずだったのに。私も幸せになるはずだったのに。指輪。これでいいかな？おもちゃの指輪を渡した。あれ？よかったの？ナースステーションの鍵を手に入れた。下がってろって言った。下がってろ感全くなかったけど。おもちゃの鍵をあげちゃったよ。いいのかな、あげちゃったけど。ゆうくんからもらったやつなんじゃないのこれは。ナースステーションに行きましょう。あ、暗いな。電気をどこだっけな。あそこに誰かいるよ。ん？ねえ、聞いた？あの話。先輩！あさっ、どの話を。この前、事故で運ばれてきた、東雲さんのこと。東雲でいいのかな？私の名字だ。事故で運ばれてきた、ということは両親の話だろうか。そうよ。警察の話した人たちが話しているのを聞いちゃったんだけどね。なになに？まさか事故じゃなかったとか？そうなのよ。なんかね、ブレーキに細工が見つかったんだって。殺人ってことよね。やだ！怖い！よっぽど恨みを抱え、恨みを買ってたのね。嘘！
なんか買うようなことした。まさかおじさんたちの事故が殺人だと。お前らふざけたこと言うんじゃねえよ。待って、ゆうくん、私大丈夫だから。お前の前であんな話をするなんて幽霊でも妖怪でも許さねえだろうが。ダメだよ、落ち着こうね、朝日。大丈夫じゃねえだろ。大丈夫だよ、私は大丈夫。これからも、これまでも。あれ、ここどこ、また移動したの。ゆうくん、ゆうくんどこいるの。あたりを探るが誰もいないようだ。嘘、ひやたま、ひやたまいる。あ、いた。ひやたま、よかった。朝日、何。お前の声を聞き取るために内側を探っていた。すすき林からここまでずっと。あ、うん、言ってたね。お前は何もかも知っていたのだな。何のこと。お前は自分に嘘をつくことで身を守ってきた。嘘をつかなければ壊れてしまいそうだったからだ。あ、自分のことだったのか。自分を守るために何もかも見て見ぬふりをして、そしてお前は都会に逃げた。逃げたことをお前は悔いている。そうだね、日頭には全部バレちゃってるのか。今ならばお前を元の世界に戻してやれる。え、幸運にもこの空間は現世に近いようだ。ここで戻ったらサクとユウ君はどうなるの。現世で死した人間は存在を抹消される。ああ、違う、現世じゃないか。な、これなんだっけ、遊郭でいいんだっけ、わかんない、遊郭じゃねえ。まあいいや、二人ともこの空間をさまよい続けていずれ死ぬだろう。いや、それもう帰れないですよ。それは、それじゃダメだよ。みんなで帰りたいんだ。それは本心か。どういう意味。お前が自分自身に嘘をつき続ける限りお前は幸せにはなれない。知ってるよ、コウタ君の殺人事件の他に源内さんの行方不明事件、そして私の周りでは他にも行方不明事件が起きている。全部両親がやったっていうことなのか、これは。じゃあ、もしかしたら、もしかして、もしかして、もしかしたら違うのかな。私はなぜそれらが起きたのか、そして誰が起こしたのか知っている。逃げちゃダメだよね。私は自分に嘘をついて今まで逃げてきたんだ。自分についた嘘を本当だと思い込むことで自分を守った。私は何も知らない、私は何も見ていないと。それでも体がバラバラになりそうなくらい辛くなって私は都会に逃げたのだ。向き合うよ。そうか、この空間からならばあの二人のもとへ移動してやれる気配をたどれるからな。うん、お願い。朝日、何があっても私はお前の味方だ。どうしたの急に、随分と優しいんだね。お前のことが気に入ったのだ。私に好かれたことを幸運に思うのだな。ありがとう、霊玉。お前、私の名前を覚えているではないか。さっきも言ったけど。別に嬉しくなどないのだからな。それで、誰のもとへ行く。勘なんだけどさ、両親を殺したのは、やっぱ妹も知ってたから、妹が殺したんじゃないかな。で、再興して。違うのかな。ゆうくんはね、朝日が好きで守りたいがためみたいなところあるよね。こっちに行くとお姉ちゃんは知っているのになぜみたいなので、逆に殺されちゃうみたいな。ゆうくんの方行ってみる。ゆうくんの方行ってみようか。じゃあゆうくんの方行ってみよう。ここはうちの庭。現世に戻ってきたの。いや違うな、ここはまた何者かの思念が作り出した世界だ。何者か、そんなのとっくに誰か分かっている。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、わーだ、分かんなかってきた。こっちでいいんですかね。お、庭広い。庭じゃねえよこれは。ゆうくん、朝日、ゆうくん、よかった。急に場所が変わってお前の姿がなかったから焦ったぞ。探してくれたんだ。
あ、いつの間にか自宅にいたから裏の坂を通ってお前ん家に行くところだったんだ。元の世界に戻ったんだな。多分まだだよ。そうなのか。ならなおさら会えてよかった。どこも怪我はないか。大丈夫、ありがとう。そうか、さあ行こうぜ。元の世界に帰る道を探そう。朝日、このままじゃダメだって思ったの。え、ゆうくんが殺したんだね。え、違うでしょ。こうたくんも源内さんも。え、そうなの。え、そうなの。そうだった。両親が殺したわけじゃないの。お前よくわかったな。そっち、そっちだったん。それ勝手な勘違いでした。なんで両親殺されたんじゃ。帰ってきて欲しかったから朝日に。そういうこと。お、怖っ。そういうことじゃなくて、俺は殺人なんて何とも思ってない。だから大丈夫だ。心配してくれてありがとうな。うちの両親の事故ももしかしてゆうくんが。あれはちげえよ。なんだ、おじさんたちを殺して欲しかったのか。言ってくれりゃすぐにでも殺してやったのに。遠慮したのか。かわいいな朝日は。もっと俺に甘えていいんだぜ。どうして、どうしてそんなに簡単に命を奪えるの。命ってもっと尊いものじゃないの。尊いだろうな。でもさ、それと俺が人を殺すことは関係ないだろ。たとえ相手が神だろうが仕方がない。俺にとって奴らは邪魔だったんだ。邪魔？それだけの理由でユウくんは人を殺す。何度も何度も。なんで、なんでそんなことができるんだろう。なんでって決まってるだろう。コウタも源内のジジイもお前にちょっかい出しただけ、出したじゃねえか。お前と仲良くした、それだけに俺にとっては殺す理由になる。知ってたよ。俺もそれは分かりましたよ。私は知っていた。ゆうくんが私に、ん？固執し、ることを、そして、ゆうくんが殺人を繰り返す精神病室であることを、けれど、私にはゆうくんの罪を明るみにする勇気はなかった。誰も気づいていないことだ。だから誰にも言ってはいけない。そして私はゆうくんの元から去るという方法で解決しようとした。私に関わる人を殺し続けるのならば、私自身がゆうくんの前から消えればいいのだと。そして私は都会の学校に通い就職し、全てを忘れようとした。何もかもなかったことにしたのだ。本当はもう実家に戻ってくるつもりはなかった。こんなに早く両親が死ぬなんて思わなかったから。私、間違ってたんだよ。何も知らないふりをして逃げちゃったんだ。ちゃんとユウくんと向き合うべきだった。アサヒ、どうしたんだ？泣きそうな顔して。なるほどな。強すぎるレンボの思念か。暗闇の部屋でこの男が囚われていたのは、これまで殺してきた者たちの仕業だろう。アサヒ、お前を守ろうと、お前からこの男を引き離そうとしたのだろうな。ユウくん、お願い。ん？元の世界に戻ったら自首して。え？私も一緒に償うから。知ってた。私も共犯だから。ずっと気づかないふりをしていた。それは加害者も同じこと。朝日、それは無理だ。俺はコウタと源内以外にもお前に近づく奴を排除してきた。自首なんかしてみろ。即死罪だ。ゆうくん。お前がそんなこと言うなんてな。俺のためを思ってくれてるんだろ。俺な、前からお前を、俺だけのものにしたかったんだ。お前は俺のものだ。今から俺だけの朝日にしてやるよ。私を殺すの？ああ、愛している朝日。お前だけを一生愛している。私の首にゆうくんの手がかかる。そうか、私の言葉は届かなかったのだ。エンドに俺だけの朝日。マジか、バッドエンドだわ。え、待って待って、これが事実だとしたら、え、なんで
両親はなんて誰が殺して、もう妹しかいないよね、両親を殺したのはね、雰囲気的にね。え、じゃあなんで殺す理由は何だったの、妹は。え、わかんねえ、ごめん。ちょっと理解度が低いのかもしれないけど。わかんねえな。なんだろう。いや、面白い、でもこれすごい。ストーリー面白い。タイトルに戻る。はい。一択だ。止まった。おわ。はい、というわけで、なんかね、気になるね。すげえ、もう続きが気になる。マッチでじゃあ策を選んでたらどうなるのかっていうのはまた次回やっていきましょう。はい。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。